と違う帰り道、いつもと同じこの店。今日はどんな話が聞けるだろう。スターブックスプレゼンツフィールカフェ。お、いらっしゃい。どうぞ座ってください。ん？甘いものが食べたい、そんな顔してるね。どう？当たり？こないだ食べたいって言ってたのあるじゃない？あれ作ってみたんだけど食べる？ OK。 はい、じゃあ作ってあげるね。その前に一杯コーヒー入れようかな。はい、待っててね。どこだったかな。材料あったあった。 OKOK。 まずね、ピザの生地、これね実は売ってるんだけど、用意するじゃない。これにチョコレートクリーム、これも用意するのね。そしたら思いっきり塗りたくってやろうね。もうこれでもかってくらいやっちゃえばいいと思う。そしたらこれをトースターで焼くんだけどね、どんぐらいかな、2分から3分ってところかな。こんな感じでね、焼いてるとこれ目離さない方がいいかもしんないね。ジュ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 ってね音がしたり、まあ、チョコレートなんでね、ぐわっと温まったりするんで、見てるとここだっていうタイミングがあるの。それをね見逃しちゃダメだよ。で、一回火が通ったら取り出してマシュマロ、これをねドドドンと乗せてみるわけで、マシュマロを乗せたらもう一回焼くの。これも2分から3分くらいでいいと思うけどな。そうしたらこんな感じで出来上がりと。スモアって言うんでしょ、スモアピザっていうのかな。僕ね正直言ってマシュマロってあんまり得意じゃないんだけど、これは美味しいよ。びっくりした。めちゃめちゃ美味しい。ちょっとした集まりでもね、これを出したらみんな喜ぶんじゃないかなと思うの。テンション上がると思うよ。一応はね、バレンタインの企画で作ってみたんだけど、まあ自分で食べちゃうよね。そのくらい美味しかった。簡単なんでぜひ作ってほしいな。それからね、まあ、チョコレートつながりってわけじゃないんだけど、ちょっと面白いゲームがあるの。これキャット&チョコレート、聞いたことあるかな。あ、うわ出たよって顔してるね。じゃあ知ってるのかな。ちょっと中身を見てみようかな。まあ、チーム分けをするカード、あとは事件が起こってるっていうカード、あと自分の手持ちのアイテムのカードだね。で、これどういうゲームかっていうと、何かしらの事件が起こるわけ。こうカードをめくってね、例えば寝坊しただとか、宿題が終わらないだとかね、宇宙人が現れたっていうのもあったよね。で、その事件を自分の手持ちのカードを使って解決するよっていうゲームなの。まあ、何枚使うかっていうのは、まあ、カードに書かれてるんだけどね。で、解決できたかどうかっていうのをこう周りのプレイヤーと一緒に、あ、いいねのグッド、それはないわのバットで判断すると。え、じゃあ自分以外みんなバットにして自分だけこうグッドもらえればいいんじゃないのっていうような話にもなるんだけど、いや、そこがねうまくできてて、チーム分けをするんだけど、チョコレートチームとキャットチーム、これね最後までどっちがどっちなのかわからないと。なんでずーっとバットバットバットってやると自分のチームは全然ポイントがないよってなってみたり、逆に面白くなくてもグッドだけ出しておけば自分のチームが逆転できたりと、まあいろんなパターンがあったりするね。そういうゲームだよね。で、だんだんやってるとね、ちょっとね無茶振りが増えてくるというか、あ、ちょっと酔っ払ってないとできないかなっていうようなね、そういう感じのゲームなんだけど、これのねちょっと紹介したいのがこっち、ゆるキャット&チョコレート。これどう、見たことある、見たことある、あのゆるキャンと、まあ、キャッチョコがコラボしたやつなんだけど、
まあ、ルールは全然一緒、全く一緒。一緒なんだけど、中身ちょっと見て。こうね、アウトドアで実際にありそうなことなの、全部。ほら、炭に火がつかないだとかさ、スマホは圏外だだとかさ、食材が売ってない、道具が壊れた。これ本当によくあることなの。まあ、アウトドアに最近興味があるよっていうのもあるんだけど、で、持ってるアイテム、これもね、実際に持ってそうなものなの。マッチとか、ブランケットとか、まあ、ナタとか包丁とかもそうだよね。その場にありそうなもので、アウトドアで実際に起こりそうなトラブルを解決するよっていうのが、この、ゆるキャット&チョコレート。まあ、アウトドア興味ないよっていうね、方でもね、ゆるキャンには興味あるよっていう方いるかもしれない。そういうのもね、もちろん面白い。いや、作品の中身も入ってたりするから、スッと入っていけるんじゃないかなって思う。でね、意外と面白いというかすごいのが、実際にアウトドアの知識がある方だったら、この道具がこういう使い方もできるんだぜっていうような、ちょっとした自分の知識をね、周りに振りまくことができるの。それもなかなか面白いよね。なるほどってなったりするの。まあ、一つの楽しみ方としてはありかなって思う。まあ、せっかくなんで、ちょっと、一問やってみようかな。じゃあ適当にめくるよ。はい。じゃあこんな感じで。どう？すごいのが出てきちゃったんだけど、トラブルが、いくら食べても食べ足りない。まあ、お腹がすごく空いてると。それを、自分のアイテム、ナタ。ちくわって書いてあるけど犬だよね。であとはコンパクトグリル、これを使って解決してほしい。何枚使いますか？3枚です。さあ、あなたならどうするって考えると、もしかしたらこのワンちゃんをナタでどうにかしちゃおうかななんていうね、そうなってくるかもしれないんだけど、まあみんながそう思うかもしれない。そんな中ね、ちょっとトンチを聞かせて、ああなるほどっていうようなねことをね、やってやるっていうのも面白いの。例えばね、まあアイテム、持ってるアイテムはこれしかないんだけど、ここがどこかっていう設定を自分で決めちゃうわけ。まあキャンプ場ってみんなが思ってる中、実は森の中でサバイバルやってるみたいな感じで言ってしまって、ナタで罠を作ります。木を削って、ツルを使って、で、この犬、実は、猟犬なんです、と言ってしまう。罠を作って、猟犬を使って、鹿とかイノシシをそこに追い込みます。となれば、もう捕まえて、さばいて、焼きます、と。で、ワンちゃんと一緒に、食べます、と。っていうようなね、言い方をしちゃえば、まあ言い方にもよるけどね、そういうのもありなんじゃないかなって思う。ああ、このワンちゃんどうにかするっていうのしか考えつかなかったっていう方だったらね、あ、そういう風に言えばいいんだっていうようにね、グッドがもらえるかもしれないし、そりゃちょっと無理があるよっていうバットかもしれないしね。まあ、楽しみ方はそれぞれかなって思う。で、キャット&チョコレートいろいろやったけど、結構いろいろ種類があるんだね。こんな感じだ。まあどれもね、その場にあったようなお題だったりアイテムだったりするんで、いろいろ試してみるのも面白いかなと思う。まあ、全部買ってくれって言うとなかなか厳しいんだけど、もしね、近くにボードゲームの専門店だったり、ボードゲームカフェだったりね、あればね、まあマスターに聞いてもらえれば喜んで説明してくれると思う。まあこれもね、カウンターの横に置いときますんで、気になる方がいましたらぜひチェックしてみてください。たまにはみんなでボードゲームやりたいよね。今度またみんな誘おうかな。まあそんな感じだよね。 OK、 じゃあまた来てください。Thank you.
Thank you.